く始めます。にしても暑いな。先生、エアコン入れてもいいですか？歩道の身分で贅沢だ。電気代売らない。自分だけ進もうなんてずるいぞ。ごちそうさまでした。おい、給食を残すな。納豆はアレルギーなので食べられません。関係ない、与えてもらうくさすね。先生、いい加減にしないと脅迫罪に教育委員会に訴えますよ。お前はいつもそういうな。それこそ脅迫罪に教育委員会に訴えるぞ。今回は本気です。それじゃ法廷で会いましょう。バカ言え、冗談きついぞ。それでは屋根透かし、被告人の罪状を読み上げてください。はい。浜井先生や理不尽な恫喝や体罰、その他犯罪とも取れる非行を数々犯してきました。先生は生徒たちのためを守ってやったんだ。嘘つくな。先生には法による裁きが必要です。このフィギュアの口だ。静粛に判決を下す。被告人を有罪とする。懲役3年。そうだー。おい、来い、来い。浜井先生を学校から追放したぞ。こうして俺は学校から浜井先生を追い出し、新しい校則を作る先生になったのだ。今日からこれが新しい校則だ。遅刻 OK、 授業は聞かなくて OK、 楽しければ何でも OK。 さあ、明日から最高の学校生活にしよう。なんだよ、このクソチーム、やってやるよ。おい、クーラーつけてくれよ。犯罪者が見るんで贅沢言うな。懲役追加するぞ。ごめんなさい。ほら、飯だ、食え。まずい。こんなに食えたもんじゃねえよ。おい、出されたものは残さず食えよ。残したら懲役プラス1年だからな。新しい校則になってから初めての授業だ。あれ、誰も来ないな。まあ遅刻 OK って言ったしな。こんにちは。おい、なんで遅刻したんだ。ゲームやってたら遅れちゃいました。ゲーム。すみません、遅れました。なんで遅刻したんだ。まゆみろちゃんが熱を出してしまって看病してました。熱は仕方ないか。遅れました。ようやく揃ったな。授業始めるぞ。ここの数式はプラレアールの法則を使って。お前は生きるでしょ。
それはそうだけど、限度ってものが。もういい、授業中止、お前ら全員帰れ。やばい、誰って誰が来るっつうんだ。先生、お久しぶりです。やるすけ君、 お久しぶりです。何のようでしょうか。ちょっと話したいことがあるんですけど。追加で訴えることはどうか勘弁してください。ごめんなさい。え、先生というものの大変さが身にしめてわかりました。やるすけ、お前やっと先生の大変さに気づいたが。はい、僕じゃ学校の先生は務まりません。先生、戻ってきてください。先生に任せとけ。はい、これ手紙。あら、やなちゃん、何これ。学校で無理やり書かされたんだよ。嬉しいわ。やなちゃん、お母さんのこと好き。どちらかといえば好きかな。テレ屋さんなんだから。もうおやすみなさい。ここどこだ。お前は今日とんでもない嘘をついたな。は？何のことだよ。お前はお母さんのことが本当に好きか。嫌い。嘘をついた罰としてお前の舌を引っこ抜いてやろう。やめろやめろ。やめろやめろ。うわ、ヤネちゃん、今日は早起きね。なんだ、夢か。ところでヤネちゃん、本当にお母さんのこと好き？好きだよ。そっか。じゃあこれは何？お母さんのことなんて好きなわけねえだろ。ブー、このクソガキが。二度と嘘つけないように舌抜いてやる。あ、いいよ、いいよ、お前食いすぎだよ、うまいもん。あ、もうこりゃ食えないな。でも3秒ルールだから大丈夫。確かに美味しい。あ、うまい棒だ。おい、俺にも一口ちょうだい。なんでよ。3秒ルールだからね。ヤネスケ、3秒過ぎてるぞ。え、でも普通に美味しい。おい、ヤネスケ大丈夫か。こら、君たちこんなところで何してんだ。これは野生のライオンを仕留めるための餌だ。猛毒が入ってるぞ。3秒ルールなんてただの迷信じゃないか。寒いな。あ、四つ葉のクローバーだ。珍しいな。いや、寒い寒い寒い。あ、あ、手袋だ。あったけー。お、100万円？四つ葉のクローバーのおかげかも。ただいま。ねねちゃん、今日は野菜炒め作るわよ。また朝顔とか入れてないよね。朝顔じゃなくて今日は特別なもの入れてるからね。へへへへ。何特別なものって。え、なんで四つ葉のクローバー切ってんだよ。何よ、クローバーは野菜炒めに入れるの。カセ、三つ葉にされた四つ葉の気持ち思い知らせてやる。返しなさいよ。東京中央銀行から現金100万円が盗まれました。犯人は犯行時黄色い帽子に軍手をはめていたとのことです。現在も行方は分かっておらず、警察は総力を挙げて捜査に取り組んでいます。止まれ、警察だ。その軍手にナイフ、さらに黄色い帽子、100万円奪ったのお前だな。いや、100万円は空から降ってきただけで。言い訳すんなよ。お前を逮捕する。